まあ、人間、まあ、もう生物なんですが、どうしてもやっぱり自然は必要になってくるわけです。で、まあ、都市にいる人にとってもやっぱり必要なんですが、なかなか創生する機会がないということで、とにかく都市にある自然を楽しむ、で、生活の中に取り入れていくような、そんなライフスタイルを作りたいという、そういう趣旨になります。どんぐりですね。どんぐりを集めて、で、それをお菓子にして、で、食べていこうと。で、一緒にそれを勉強しましょうという、そういう趣旨になります。江戸の食生活は、江戸に暮らす人々はお米が手に入るので、主食はお米で、おかずは漬物、魚など。で、どんぐりなどの木の実は子どものおやつとかとして食べられたそうです。また、農民の人たちはどんぐりを飢餓や食糧難に備える非常食として使っていました。どんぐりの種類、どんぐり日本にたくさんあるんですが、その中で、一番おいしくて食べやすい種類っていうと、スダジイのシイの実ですね。それとマテバシの実と、その2種類を集めています。今回は結構、アクの特徴とかそういうところまでちゃんと考慮してレシピを作ったんで、今年はなんかうまくいったような気がします。ちょっと自慢になっちゃうんですけど、結構甘露煮うまくできた。おいしいです。ふわふわしてて、あといい感じに甘露煮の甘さも効いてるので、すごくおいしいです。どんぐりを食べるのがどうなんだろうって思ってたんですけど、すごいおいしくって、食感もザクザクしてて びっくりしたんですけど、楽しかったし美味しかったです。小さい頃にどんぐりでおままごとみたいにして遊んでたけど、実際に食べれると思ってなかったから、なんかそういう体験ができたのが楽しかったし、あとなんかいろんなお菓子に入れたらより柔らかくなったり甘くなったりして美味しいのが分かったので、ちょっとやってみたいです。